ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。しかし、なかなかロシアとウクライナの戦争は終わらないわね。クリスマス前には終戦を迎えて欲しかったんだけど、結局、今も続いているのよね。まあこれまでの歴史を振り返ってみても、一度始まった戦争は、簡単には終わらないというのがほとんどなんだぜ。第二次世界大戦におけるヨーロッパ戦線においても、1944年のクリスマスには、戦争が終わり、みんな母国に帰れるものだと、兵士たちの多くが思っていたものだが、実際はナチスドイツが降伏したのは、1945年の5月7日だったりするんだぜ。クリスマスから半年も経ってから終わっているわね。この歴史からもわかるように、戦争を終結させるのはとても難しいことだということがわかるだろう。歴史を見るとそうなのかもしれないけれど、とにかく、早く平和が訪れてほしいわ。それはみんな同じ気持ちだと思うぜ。ところで霊夢は、ロシアによるウクライナ侵攻を、事前に予言していた人がいたことは、知っているか？ロシアを脅威とみなしている国々の軍隊に関しては、常に予測してきたことでしょ。まあ確かにロシアを仮想敵国としている国なら、常に侵攻される想定をしているとは思うけど、ある予言者が、事前にロシアのウクライナ侵攻を予言していたんだぜ。なるほどね、仮想敵国として想定している感じじゃなくて、まさに予言していた人がいるのね。そういうことなんだぜ、今回はその人の話をしようと思うぜ。ぜひ、聞きたいわね。それじゃ、ロシアのウクライナ侵攻を予言していた予言者を紹介するぜ。ゆっくりしていってね。ロシアのウクライナ侵攻を予言していた予言者は少なくはないが、今回はその中の一人である、ジュディ・ヘブンリー女子を知っているか？全く知らない人ね。どんな人なのかしら？彼女はサイキッカーであり、カウンセラーでもある人物だ。サイキッカーというのは、いわゆる超能力者ということだぜ。カウンセラーという肩書きも持っているのね。彼女はカウンセラーとしても高い能力を持っていて、世界中の出版物やメディア出演なども、行っている実績があるそうだぜ。なるほど、いろいろと活躍している人なのね。彼女の顧客は世界中にいると言われていて、ロイヤルファミリーから、元大統領や、国家元首などの政府関係者や、ハリウッドスターなど様々な人々が、彼女の顧客だったりすると言われている。実力があるからこそ、そういった人たちに選ばれているのかもしれないわね。そんな彼女は2022年に関する様々な予言をしていたんだけど、その中にロシアの話が出てきていたんだぜ。ロシア以外の予言も気になるわね。もちろん、それも紹介するぜ。まずはロシアに関する予言から見ていこう。2021年12月5日に彼女が行った予言を見ていくぜ。2022年の世界に関する予言を挙げていたんだけど、その中にこんな予言があったんだぜ。ロシアがウクライナの独立国家を破壊し、西側に対するロシアのライバルとしての、役割を強化するために、NATO を排除しようとするだろう。これはまさにロシアのウクライナ侵攻を予言し、的中させていると言えるだろう。確かに彼女の予言は当たっているわね。今回の戦争の原因の一つに、ウクライナが NATO 寄りの姿勢を取ったこともあったわね。そういった細かい部分も予言していて、また、的中していると言えるわね。さすがにこれには驚いたわね。実はロシアに関する予言には続きがあるんだぜ。プーチン大統領は予期せぬ病気になり、彼の国では抗議、騒乱が起きる。このような内容も予言されているぜ。これはおそらく、プーチン大統領が失脚するという予言だと言えるだろうな。病気というのも気になる点ね。もともとの持病が悪化してしまうのか、それとも病気にさせられてしまうのか、どっちなのか気になるわね。そこまでは明確に述べられていないが、どっちにしろプーチン体制が終わることを、示唆した内容だということには、違いないだろうな。もしかしたら反プーチン派が、クーデターを起こす可能性を言っているのかもしれないけどな。確かに、水面下でそういった動きが、ロシア国内でも存在する可能性があるわね。戦争が起こる予言を当てたわけだから、その戦争の結末に関するこの予言も、もしかしたら当たるかもしれないと思うよな。他にはどんな予言をしているのかしら？いろいろな予言を行っているから、全部を紹介するのは難しいから、私たちにも関係ありそうな話を取り上げてみようと思うぜ。よろしく頼むわ。アジア地域に関する予言を、取り上げてみようと思うぜ。まずはこれからだな。ロシア、中国、北朝鮮は米国や他の国々に対して大胆になっていく。ああ、これはどう見ても北朝鮮のことを言っているわ。ついこの前もミサイルを打ち上げていたわね。確かにここ最近のミサイル発射の回数が、激増しているように思うぜ。この予言通り、北朝鮮に関しては確かに他国へ、より大胆になっていると言える。よく考えてみると北朝鮮だけじゃなくて、この予言にもロシアが入っているわね。大胆になるどころか他国を侵略しているけどね。この予言もやはり的中と言えるぜ。他にはこのような予言もあったから注目だぜ。
習近平が中国共産党総書記に再選される、米国は中国への債務のために無力になり、米国と世界経済にとって悲惨なものとなる、誰もがその国との困難な関係に、適応しなければならない。確かに習近平は国家主席への参戦を果たしたわね。この予言も的中していると言えるわね。日本に関する予言もあったから紹介するぜ。バイデン政権は東京との交渉に成功し、日本の鉄鋼とアルミニウムの関税の、一部または全部の関税を撤廃する。日本とアメリカの貿易に関して動きがあると、予言しているのかしらね。それだけじゃないぜ、もっとすごい予言も載っていたので紹介するぜ。日本が核保有国になる、こんな予言もしているんだぜ。さすがにこれは難しいでしょ。非核三原則を主張してきた国なわけだし、世界で唯一の被爆国が核武装したら、これまで言ってきた、核なき世界とか、平和主義をすべて覆す結果になるわ。確かに霊夢が言っていることも一理あるだろうけど、北朝鮮が日本の近海にミサイルを撃ち込んだり、中国の調査船が、我が物顔で日本の経済水域を、調査したりしているのは、日本を脅威と思っていないからだろ。ここで核保有を行えば、核による抑止力が発揮されて、先ほど挙げたようなことを、抑止することができる可能性もあるんだぜ。確かにそういう話もわからないわけじゃないけど、なんか短絡的に思うわね。反対に、日本が核を保有したりするなら、新たな脅威を生むだけで、結果として情勢がこれまで以上に悪化するという可能性も当然あるでしょ。確かに緊張は高まるかもしれないが、自国の経済水域にミサイルを撃ち込まれたり、なんていう情けないことはなくなると私は思うけどな。まあどれも推測に過ぎない話ね。私とマリサ二人の間でも、これだけ意見の相違がある話だし、日本が核保有国になるというのは、さすがに無理だと思うわ。だがな、霊夢。近頃のニュースで聞いたかもしれないけど、日本はこれまでの、専守防衛という方法から、敵の基地を攻撃する能力を持った兵器を、保有しようとしている動きがあるんだ。アメリカのトマホークを購入しようとしている、って話だったかしらね。そうそう、さすがに霊夢も知っていたみたいだな。このトマホークというミサイルは、敵基地攻撃能力を有していると言われているんだ。また、核の搭載も可能だそうだ。少しうがった見方をすれば、日本が核保有の準備をしている可能性もあると思うぜ。核を搭載できるミサイルを購入するわけだから、確かにそういう見方もできるかもしれないけど、さすがにそれはマリサの考えすぎだわ。通常弾頭を用いた敵基地攻撃を想定した運用に終始すると思うけど、予言が当たるか外れるか、どっちに転んでも、日本にとっては大きな岐路になると思うぜ。私はより平和な方に転んでほしいわ。アジア以外の地域に関する予言もいろいろあるから、私が気になったものを取り上げてみることにするぜ。どんな予言があるの？アメリカに関する予言がなかなか興味深かったので、それらの予言を紹介することにするぜ。まずはこれだ。バイデン大統領は米経済を回復させるが、健康状態が悪化する可能性がある。米国経済は回復するけど、大統領自身の健康が悪化するという予言ね。まあ確かに年齢が年齢だから、そういった可能性もあるかもしれないわね。それに加えてこんな予言もあるんだぜ。米国の輸出企業は将来的にドル高に直面し、外国にとって米国製品がより高価になる。確かに円ドルを見てみても、円安ドル高が昨年はすごかったわね。米国の製品を輸入しようと思うと、かなりの割高感があるように思うぜ。この予言って確かに当たったわね。そうだな、的中だと言えるだろう。この予言はもっと早く知っておきたかったわね。私の全財産をはたいてドルを買い占めたかったわ。次のチャンスがあるかもしれないから、その時は頑張ってくれだぜ。いい夢が見れたと思うのに、本当に残念よ。イギリスに関してはこんな予言をしていて、これには私も驚いたぜ。エリザベス女王は2022年の6月のプラチナジュビリー以降、より多くの職務を、息子のチャールズ皇太子に譲ることになる。その後、宮殿内で転倒、入院することで、エリザベス女王の治世は終焉を迎える。これって遠回しにだけど、エリザベス女王が亡くなることを予言していたわけね。この予言も的中していると言っていいでしょ。確かにこの予言通り、女王は亡くなり、後を継いだのはチャールズ皇太子だったな。今回紹介した予言の中では、この予言が一番驚いたな。なんだかこの人の予言は、細かいところが的中しているような気がするわね。予言の詳細が述べられている感じがあるよな。適当にぼかして予言しているんじゃなくて、明確に予言している感じがするぜ。やっぱり未来が見えているのかしらね。あんまり明るい話じゃないけど、新たな戦争の予兆も予言されているぜ。あんまり聞きたくないけど、どういうことなのかしら？イランのエンブラヒム・ライサ大統領は、石油販売で利益を得て、中国、インド、ロシアに近づき、中国海軍に湾岸の島の使用を、提供する可能性がある。このため、中国と西側の間に軍事衝突がある場合はオマーン湾、
今度は中東で何か起こるかもしれないってことね。予言を読む限りだと、東西陣営が石油利権をめぐって、軍事的な衝突があるのかしら。これが実際に起こってしまうと、ただでさえガソリンが高くて困っている。私たち庶民はさらに困ることになるかもしれないな。確かにここ最近、燃料が高くて大変よね。日本政府も、ガソリンの値段を上がりすぎないように対策をしているそうだけど、中東で何かことが起これば、間違いなくガソリン価格が高騰するでしょうね。原油の供給に問題が発生すると、かつてのオイルショックがまた起きる可能性も、あるかもしれないな。日本は原油のほとんどを、中東からの輸入に頼っているのは知っての通りだからな。中東情勢の安定は日本経済には重要なことなんだぜ。もうこれ以上、軍事的な衝突は起こってほしくないわ。確かにそうだな。メディアが流しているウクライナ関連の、ニュース映像を見るだけでも、戦争がいかにひどいものかわかるもんな。現地はもっと大変なことになっているはずだ。私、気づいたけどこの予言はもし実現すると、大変なことになるわね。中国海軍が中東の海域に進出するのよね。これは中東から原油を運ぶタンカーに、絶対に影響が出るに決まっているわ。最悪のシナリオを想定するなら、中国海軍がオマーン湾を封鎖する可能性があるな。こうなると、ペルシャ湾への入り口と出口が閉ざされることになるから、中東の原油に頼っている日本のような国は、深刻なダメージを受ける可能性が高いぜ。もう少し考えてみるなら、スエズ運河を通ってアジアへと至る航路にも影響を、与える可能性もあるわね。こうなってくると日本のような、海運に支えられている国のダメージは深刻なものになるかもね。この予言こそ外れてほしいぜ。日本が原油を断たれたら、やっぱりまた歴史を繰り返す、なんてことにならないかしら。確かにかつての日米開戦のきっかけの一つになったのは、米国の対日石油輸出禁止だったしな。それから、戦後日本は米国へのエネルギー依存を転換して、中東から原油を輸入するようになった。そこが断たれると、もうアメリカに泣きつくしかなさそうだけど、アメリカがその時に助けてくれるかどうかはわからないわね。今後の国際情勢がどう変化するか、よく見ておかないといけないと思うぜ。そうね、あんまりそういう情勢は見たりしないけど、これを機にチェックしてみようかしらね。今回はジュディ・ヘブンリー女子の予言を紹介したぜ。いろいろな予言があって興味深かったわね。特に日本が核武装する予言はびっくりしたわ。さすがにありえないと思うけど。的中するかどうかはわからないけど、そういった可能性があるって話だからな。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。